話には聞いていましたが、帝国はやっぱり嫌なところです。魔人族の襲撃の後か。ひどいもんだな。おい、やめろ。俺たちに迷惑がかからないようにしてくれよ。とりあえず情報収集だ。ブラクソ悪い話だけどよ、行こうぜコキ。いろいろ難儀じゃのう。単純な人間なんてあまりいませんよ。道理じゃな、放っておけないその性格も含めての。ティオさん、お主は少し甘えた方がよい。甘えさせてくれそうなものがおるじゃろ。ここから先の情報収集はユエと二人で行く。え、どうしてお二人だけなんですか。まさかユエさんとしっぽりねっとりする気ですか。そうなの、はじめくん。ユエばかりずるいのじゃ。ご主人様よ、わらわも参戦してよいかな。じゃあどこかに入る。いや、場所の問題じゃねえから。しずしずどうしよう。やっぱりそういうことしてるのね。ユエと二人なのは相手によってきつい拷問をする必要があるからだ。そういうこと。ずいぶんとお楽しみだったみたいですね。ユエがツヤツヤなのは俺の血を吸ったからだぞ。俺は盛りのついた犬か。私は分かってましたよ、そうだろうなって。ねっ香織さん。まあいい、とにかく欲しい情報は得られた。潜入するのは俺とユエとシアだけだ。普通に返してくれって頼めばいいんじゃないか。カメたちは不法入国者の上に頼んだからって素直に引き渡してくれると思うのか。一つお前に頼みがあるんだが。すまないな、忘れてくれ。待て待ってくれ。 まずは何をしてほしいのか教えてくれ。例えば亜人を助けるという建前で人暴れして帝国兵を引きつけるとかな。よし、じゃあ協力の対価を渡さないかな。これは正体隠さないと。古今東西ヒーローといえば仮面をかぶるもの。お前にはリーダーの色赤をくれてやる。な、今過去坂上、お前は青だ。そして谷口、お前は黄色だ。いろんな意味で微妙の代名詞黄色だ。そして最後八重樫は、待ちなさい、残っているピンク、それがお前のカラーだ。あなた確実に遊んでいるでしょう。そして八重樫、お前のようなクールビューティータイプは、だからわざわざ気遣ってピンクにしてやったんだ。感謝しろ。っていうか香織、あなた一体何を話しているのよ。そういえば昔から動物も好きだったよな。それで雫さん、私のウサ耳をいつもチラ見していたんですね。なんなのよこの空気。言っておくけど、私本当にピンクが好きなわけじゃないんだからね。雫さんなら少しくらいウサ耳触ってもいいですよ。